横手市中心部の空中写真。画像右下部より上方へ横手川が蛇行し流れ、川の両岸に市街地が形成されている。横手川の東岸一帯は横手城に隣接しており、緑豊かな武家屋敷などが並ぶ長河町らしい街路形状を色濃く残している。1976年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。横手市は秋田県東南部に位置する市、旧横手市と旧平川郡町村の市町村合併で発足した。秋田県県東南部の中心都市である B 級グルメの横手焼きそばや2月に行われる伝統行事の鎌倉が全国的に有名である。2005年10月1日、旧横手市と 平河軍に属していた全町村が合併し、申請、横手市として発足。これにより、一時的にではあるが、県庁所在地である秋田市を除いて、県内で唯一の人口10万を超えるなど、県内第二の人口を有する都市となった。平成の市町村合併で10万人都市になった例は、他にもあるが、横手市の場合は、旧横手市と平河郡の生活圏が、 ほぼ一致していたこともあり、地域と生活圏が一致する10万人都市である。そのため、中心部が10万人都市の機能を合併前から持ち合わせていたこともあり、同市の合併を促進した。庁舎は2014年3月31日より、旧横手市役所を本庁舎として使用している。2005年の合併当初から2014年3月までは、上里南庁舎と、 上里北庁舎をそれぞれ本庁南庁舎、北庁舎とし、法令上の本庁舎を上里北庁舎に置いていた。また、旧市町村役場庁舎は横手市役所庁舎としている。なお、各庁舎は地域における窓口機関として横手市地域局ともなっている。岩手県西和賀町と接する県境の市である。秋田県内では、仙北郡三里町、大仙市、由利本城市、 湯沢市小郡宇五町と東成瀬村に隣り合う。横手盆地の中央部に位置し、東の大武山脈から流れる横手川が市街地を流れる。南北に国道13号及び湯沢横手道路、東西に国道107号及び秋田自動車道が通る交通の要衝である。雨季は合併前の旧横手市のデータ。旧横手資源。 横手市指定金融機関北斗銀行が指定金融機関秋田銀行と北日本銀行が指定代理金融機関である北都銀の前身の五銀行はマスダ銀行としての発足当時マスダ村に本店を置いたその後横手町に本店を移転した経緯から合併市のほぼ全域が同行の地盤中の地盤であり旧太友村以外の市町村が合併前から 北都銀を指定していた。合併に伴い旧太遊村側はそれまで指定金融機関であった秋田ふるさと農業共同組合を指定代理金融機関とするように求めていた。そこで北都銀は横手市太遊地域局庁舎敷地内へ横手支店横手市太遊庁舎出張所として新市発足と同時に ATM を設置し、また収納代理金融機関を すべての市内金融機関に拡張することで決着した。また、指定代理金融機関の2行は、旧市の指定を継承した。なお、北都銀は、市役所本庁舎内に、友人拠点である、横手支店に横手市本庁舎出張所を設置している。上里南北庁舎の近隣店は、横手西支店である。郵便局間郵便局横手、焼きそば日の丸醸造中心市街地は、 横手駅周辺となる。秋田新幹線は市内を通っておらず、大宇本線の対局駅で乗り換えることになる。横手城展望台秋田ふるさと村秋田、県立近代美術館、マスダの町並み新人公園横手市大森町の芝桜フェスタ。2013年6月2日、横手市マスダ漫画美術館横手市交流センター、ワイニップラザ。 一般財団法人横手市体育協会横手市バスケットボール協会横手市ソフトテニス連盟横手市柔道連盟横手市剣道連盟、横手市テニス協会横手市陸上競技協会横手市相撲連盟横手市卓球協会横手市スキー協会秋田県スポーツウェルネス吹き屋協会秋田鎌倉支部横手市グラウンドゴルフ連盟横手市ゴルフ協会横手市バレーボール 協会横手市、パークゴルフ協会秋田県、軟式野球連盟横手支部合気道、横手協会横手市インディアカ協会横手市バドミントン、協会横手市球道連盟特定非営利、活動法人横手フットボールクラブ横手スポーツクラブ、横手市ハンドボール協会横手市、水泳協会横手市空手導連盟横手支部術、対極拳協会横手市ボールルームダンスクラブ、 横手市サップ協会音楽団体演劇団体市役所所在地の住所は、上里北庁舎の住所である、横手市上里一丁目一番一号とされた。なお、上里南庁舎の住所は、上里一丁目一番六十四号となっている。横手大町へ、亭、横手大町中亭、横手大町下亭、横手四日市へ、亭、横手四日市中亭、横手四日市下亭。定 横手久市通り町、横手賀治町、横手本町、横手根岸下町、横手横町、横手馬場崎町、横手裏町、横手新町、横手新町下町、横手古川町、横手下田町、横手羽黒上町、横手羽黒中町、横手羽黒松町、横手上根岸町、横手下根岸町、横手上野台町、 横手島崎町、横手上島崎町、横手羽黒新町、横手五面町、横手屋五淵町、横手沼田町、横手山手新町、横手横手町。2009年2月22日までは、横手島江戸あざか三枚橋269番地であったが、同年2月23日より、横手駅西地区で住居表示を実施したため、変更となった。 合併問題で2005年に町長を辞職していたため、最後の町長ではない。なお、同町の最後の町長である、旧、増田町長は、千田高八となる。1876年、旧平賀郡第五村で栽培されたものがルーツ。平成17首相年度全国新種鑑評会で、雪の音が金賞を受賞。第14回国際酒祭り、純米大銀醸。 純米銀醸部門第1位。NHK 連続テレビ小説の満作の花にちなむ。旧増田町の地域では、岩手県の水卓へ通ずることから、国道397号線のことを、水沢線と呼ぶ。旧増田町から、岩手県側へ、距離的には、最短ルートであるが、毎年11月から5月まで県境部分が、冬季閉鎖になることと、急カーブ。 急坂が連続するワインディングロードが災いして使い勝手が良くない。秋田自動車道の全面開通や鬼神戸道路の共用開始で水沢線は忘れられつつある。秋田県道12号花巻大局線は平賀地域振興局ではなく便宜上仙北地域振興局が管理する。日本桜名所百選選定。公園を設計したのは 秋田市の千秋公園と同じ、造園家の長岡浴びら。キャンプ場、アスレチックなど整備が進んでいる。かつて、同式地内に、新人スキー場が存在し、売店を兼ねたヒュッテも備わっていたが、天下森スキー場開業により、閉鎖。太平洋戦争後発の大ヒット曲、リンゴの歌が主題歌となった、映画、そよ風のロケ地でもあり、公園内には、リンゴの歌の日、 並木道子先生検証費がある。横手帳に関するカテゴリー、ありがとうございます。